今何やってたかっていうと、バスドラムとクラッシュとか、バスドラムプラス別の場所っていう動きにちょっと慣れようと思って、まあ、クラッシュ以外でもどこでも練習できるので、一つはタムここ行く、で次のパターンがロータムを頭もう足一緒に、でフロアタムこれも足一緒に、で慣れてきたらハイハットもちょっと練習して、ハイハットがこうですね、これ最初一緒、バスドラムが一緒、絶対にもここのどこに行こうが右手と右足が絶対セットで動く、そういう意味、そういう意味ですね、最初だけですね、かっこ一番最初の頭、こういうの頭っていうんですけど、うん、頭の音符だけ、そういうちょっと練習をすると最初だけ合わせる動くっていうのに結構対応できるというか、慣れてきたらこうやります。回していくっていう